カポーティスターは日本の競争は、名前の由来は母不明星。主な勝値倉は日経新春杯。ノーザンファームで生まれ2010年のセレクトセールに出場。同世代のハーツクライ3区のうち最後に出場し、3900万円でンジ島トシコに落札された。なお、 ハーツクライの一口橋でもあった脚本家の山戸や明はこのセールに参加しており、ハーツクライ3区が出場するたびに手を挙げ、このサビアーレの幼子まも狙っていたものの落札できず、最終的にはセールでは足が外交気味だったシビルの幼子まを落札したに、過ぎなかった。シビルの幼子まは、後のジャスタウェイである。デビューは2012年2月12日。 京都競馬場の芝千八百メートル戦。クリスチャンデムールを安城に出走し、直線追い込むもマウントシャスタの2着に赤敗する。この後一戦挟んで3月10日の中京競馬場で3戦目で初勝利を飾る。この後4月の東京競馬場の3歳500万下の新緑賞を直線抜け出して2連勝を飾る。レース後は、 日本ダービーを見据える声も聞かれるも、初重症挑戦となった青葉賞は2番人気に押されたものの、フェノーメノの9着に敗れた。夏場は休養し、9月に入って、小倉競馬場の限界特別に出走。1番人気に押されるも2着に終わるが、久々かつ高速馬場への対応が懸念された中での2着は、今後の見通しにいい印象を与えた。続く、神戸新聞杯は、 武豊を安城に迎えるもゴールドシップの9着。10月8日東京のモトスコ特別は一番人気に押されるも4着となかなか勝ちきれないレースが続いたが、11周で迎えた10月21日の京都の北の特別では先に抜け出して後続に詰められるも忍ぎ切り、3勝目を飾った。2013年に入り、初戦は格上挑戦で日経新春海に出走。 人気は10番人気と振るわなかったものの、道中は4、5番手を進み、残り300メートルで抜け出すと、内をついてきた1番人気のムスカテールの追撃を、振り切り重症発生波を飾った。直後には、ドバイゴールドカップに出走登録を済ませる。その後京都記念に出走するも、当選ラーの6着。3月23日、中山競馬場の日系賞は9番人気に甘んじた。 もののフェノーメノの2着に赤敗した。この後、シンガポール航空国際カップに選出されて、出走を受諾。しかし、その直後の4月28日の天皇賞は、いいところなく15着に敗れ、出走後には背中に針が見られ疲れが抜けないため、正体を受諾してあったシンガポール航空国際カップを回避して5月26日の、 メグロ記念に出走したが、ムスカテールの11着に終わる。メグロ記念の後は、状態次第で、箱館記念出走の予定も立てられていたが、長期休養に入り、2013年中には、復帰しなかった、2014年もくれようとする12月21日阪神競馬場の、ベテルギウスステークスで、ようやく復帰するも、マルカプレジオの七着。その後は再び休養に入り、 復帰することなくに、ありがとうございます。